コロナ疲れってありますでしょもうあります。あり,ありすぎますありすぎでしょ。うん、どうですかコロナ疲れ。もう嫌です。<laughs> 早く抜け出したい。<laughs> もう、ちょっと対外してって思いますよね。もう、あの、早くみんなと一緒に、どんちゃん騒ぎしてご飯食べたいし。とかね、そんなんしたいですよね。いっぱいどっか出かけたいし。出かけたりしたいですよね。うん、もう疲れてますよね、もう。はい。 これね、そんな気分が今蔓延してて、はい、ぜひちょっとメッセージも紹介してもらえると嬉しいです。はい。うん、えー、ラジオネーム、西王子さん、45歳男性の方からです。県、うんうん、名が、いつまで繰り返すんですかね、ま、となってましてままま、えー、緊急事態宣言解除と喜んでいたところ、1ヶ月で類似の措置が関西に。 京都では、現時点では、対象ではありませんが、いつまでこんなことをやり続けるのか、関西に住む者としては、不安で仕方ありません、うん、と、いただきました、うん。まさにコロナ疲れですよね。そうですね。で、このね、西大路さん。はい。ね、こう西大路のあたりお住まいになっていますけどね。<laughs> 西大路さんね。<laughs> はい。何に疲れてるかって言ったら、コロナそのもののことを言ってんじゃないんですよね。うん。こう、自粛したり、解除したり、自粛したり、解除したりとかっていう、 騒動に疲れてはるんですよね。ああ、そうですね。もうなんか、もうコロナ怖いことで緊張して疲れてるんちごって。うん え、どっち自粛え、どこまでえ、何時まで飲めんのえ、ど、何みたいな。そしたら今これやったら、今俺どれぐらい自粛したらええのえ、どれぐらいがだいたい社会的な常識なんみたいな。空気、今の空気感からしたらこれ行っていいのとか。はい。この空気感から行ったら、あの親戚の家とか行ったらやばいみたいな。うんその空気を読むことに疲れてはるわけですよ。そうですね。今どうしたらいいのみたいな。なんかもう毎日行ったことのないパターンの観光捜査呼ばれてるみたいなもんね。<laughs> ど,ど、ど、どれがドレスコードみたいな。この、うん、こうなっとるっていうことですよね。で、このドレスコード、ね、パーティーのドレスコードみたいなものを何かっていうと、これがね、ポリコレなんですよ。はぁ、あ。ポリティカルコレクトネスの略称なんですよ。うん。一般の方、あんまりご存知ないかもしれませんけど、ポリコレポリコレって。ポリコレってこう言うんですけど、うん、ポリコレ棒って言うんですよ。 ポリコレボを振り回すっていう。んですけどで、このポリティカルコレクトネスっていうのは、政治的って意味ですよ、ポリティカルは。は<ー>で、コレクトネスっていうのは、コレクトっていうのは、あの、it's correct. だから、正しいってことですよ。はい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 で。コレクトネスだから、正しさなんですよ。なん<ー>だか、ポリティカルコレクトネスっていうのは、政治的な正しさって意味なんですよ。<ー>だから、例えば、あの、森さん、森喜郎さんね。はいはい。辞めはったでしょ女性別視発言っていうことで。はい、あれ、ポリコレアウトなんですよ。 あれがポリコレです。ううです政治的な正しさを間違えたわけでしょうんいや、オタク、それちょっと、政治的にちょっとやばいんじゃないこの、アウトかセーフかを決める基準が正しさわけですよ。で、コロナの場合は自粛しましょう。が、ポリティカルコレクトなんですよ。は、うん、そうなんですね。うん、で、もう、その、厚労省が夜中まで飲む、はい、ポリコレアウト。十三人。ね。こう、そういう、ね。 そういうのがもうポリコレアウト。うんうん、もう、聖郷さんもアウト。菅聖郷もムカもアウト。はい、ね, <laughs> ね。政治的な対大切さんがこう、やばいと。はい、これはね、あのー、男女差別とか、うん、人種差別とかで、あ、それ言うとアウト。っていうのがメディアなんかでよく使われてて、それポリコレアウトやで、それ。<laughs> だからそういう時に使うんですねそう,そう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 、それポリコレアウトやで、それもう。うっていうことになってて。はい。 で、まあ、差別のあと、ヘイトしちゃダメとか、あと、ナチス関係だとか、もう、これも、超ポリコレですもう、引用するだけで僕やばいくらい、超ポリコレネタですわ、これね。はい。まあ、そうなってるんですよ。で、まあ、ポリコレ自身はね、政治的な正しさだから、正しいでしょう。まあまあ、ある意味ね。うん、だけど、それがね、棒になったらやばいんですよ。ポリコレ棒になったら。ポリコレ棒っていう言葉があって、棒ってあのー、スティック。ポリコレスティック。うんね、はい。ポリコレ棒ってなってる。これを、 フリーマンスアホが出てくるわけですよ。はあ、男女は平等やぞーやっていくわけですよ。はい,は,いは,いはい、はい、はい。どっか違反してるぞそらんかー言ってポリコレ棒持ったポリコレ棒警察がおるわけですよ、うん。それが、あの、最近で言ったら、自粛警察っていう、うん。どうぞどうもうそうなってるんですよ。その、ポリコレ棒でブワーやる。これもね、ポリコレ棒っていう言葉がもうあるんですよ、日本語で。<ー>で、もう、で、それで、森さんはポリコレ棒で袋叩きにやってやめはったんですよ。はい、で、それで、ね、 ポリコレっていうのは、今このコロナの問題に関しては自粛することがポリティカルにコレクト。政治的正しいってことになってて、で、それに違反してるやつをポリコレで叩くと。あ。で、だからあの、厚労省をみんなボコボコにされたと。はい。で、それからなんですか、あの、自民党の松本松潤さんとか。はい、銀座行ってて。アウトで、はい、アウト言って叩かれて辞めると。まあまあまあ、それそれで、あかんことやからあかんってことなんですけど、 これがもう行き過ぎてるんですよ。で、うん、これが怖いんですよ。もうひ、やひやというかね、<う>してますよね。っていうね、ことをめぐって、うん、えっとね、この最新刊だよね、小林よしのりさんと、うんはい、今コロナの方がベストセラーになってますけども、小林よしのりさんと僕とこう対談した話を、はい、がありますし、あの三浦瑠麗さんっているじゃないですか。うん、はいはいはい。三浦瑠麗さんと僕とまあ宮崎さんと、まあ、3人で座談した、このコロ,、うん、コロナの、 ポリコレの話についてね。うんうん、いや、そう。それから、あのー、言論誌っていうとね、表現者クライテリオンっていうのが、まあ、いわゆる保守系の、うん、あのー、まあ、僕としては、まあ、中心的雑誌だと僕は、まあ、論壇の中心の雑誌だと思うんですけど、保守じゃなくて、別の政治的立場で、リベラルっていうのがあるんですよ。はい。こう、左派って言ってもいいんですけど、うん、うんこう。リベラル系の言論の中心的なね、雑誌に、はい、言論っていう、まあ、運動体というか、うん、雑誌体があって、 はい。まあ、そこの、ええー、編集長。まあ、取りまとめを。まあ、いろいろお立場変わってらっしゃるんですけど、ずーっと起こして取りまとめてらっしゃる、東ずまさん。はい。と、あとそれからまあ、その辻田正則さんっていうのと、まあ。座談をしたやつとか。もうなんかいっぱいね、このポリコレのことについてね、いろんな各方面の知識人たちと、まあ、議論したやつ、したんですよ。で、それをこう、まとめて載せてるので、去年、ね、その話をね、ちょっとご紹介しようかと思ます。ね、お願いいたします。今日のテーマは、 コロナ疲れの正体。暴走するポリコレ。うん、まあ、要するに、ポリコレ棒が暴走しすぎて、みんな疲れてしもてるっていうのが、まあ、コロナ疲れなんだ。はい。で、まあ、いう、まあ、話ですけどね。うん。で、今日はね、この、まあ、いろんな方と対談、座談をした内容、ちょっと、そんなか主要なテーマをね、お話していこうと思うんですけど。お願 <laughs>、はいします。まず最初にね、三浦瑠麗さん。 ね、あのよくテレビとか今出てらっしゃる方ですけど、うん、おきれいな方ですよね、うんで。東大に出ておられて、今あ、研究所やってらっしゃって、そこの代表をやられてて、政府にもいろいろとアドバイスされてる方ですけどね、うん、で彼女と、それから、まあ、あの宮崎哲也さんと3人で座談をして、そまあそんな、まあ、いろんな話したんですけど、はい、やっぱりね、三浦さんと僕は結構ね、政治的意見とか、まあ、違うこと多いんですけど、うんまあ、コロナに関しては非常にこう似通った主張、1年前から。 まあされてて、まあそういうのもあって、あの、普段の政治的な主張だいぶ違うところはあるんですけど、まあコロナについてぜひ議論しましょうっていうのはいいですよということで座談をしたんですけどでね、その中のね、いろいろお話したんですが一番のポイントはこうなんですよ。例えば僕は保守という立場だとしましょうよ。はい。あの、 あの、ほ、危機と対峙する保守思想史の編集長ですかね。ね保守的な、まあ、自民党みたいな人だとしましょう。はい。で保守っていうのはね、あの、どんなこと普通、普通言ってるかって言ったら、うん、日本の、まあ、文化、伝統、風習、そういったものを保守しましょうと。守りましょう。守っていきましょうと。で、それで日本というものをどん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 強くしていって、みんなを幸せにしましょうっていう、うんうん。な立場なんですよね。うんうん、で、一方で、三輪さんは私はリベラルですっていうような感じでおっしゃるんですけど、うん、まあリベラルの方。 っていうのは、まあ、伝統とか歴史とか、そういうのはちょっとまあ、まあそれもないだろうけど、それよりもやっぱりこう、今自由をすごく大事にして、自由活発な議論を通して、社会の活力を高めていきましょうと。はい。まあそういう立場もまあ、あって、まあそれぞれちょっとずつ、どっちかに傾きがあったりとか、まあするんですけど、まあそれはよろしいよ。でね、これね、今回その、ポリコレボを振る舞わしたやついるでしょコロナの。うん、これね、はっきり言うてね、言論人としては、バカってことなんですよ。 ああ、そうなんですね。だって、ポリコレ棒だけ振り回してたら、お前いらんやんけってことじゃないですか。うん。頭使わんでいいんだろうと思う。なんかそこに存在してる暴力装置は振り回せるだけで、お前別に頭何も考えてんやろと。ああ、ただただやってるっていう。うん、そうそう。だから例えば自粛が必要な時もあれば、うん、じ自粛やりすぎ、やりすぎな時もあるし、うん、あるいは自粛が足りない時もあるかもしれないし。だからそのぜぜひひで、その状況 TPO に合わせて、どういう対策をするべきなのかということを臨機応変に考える、 ために、いろんな考え方の立場があるだけであってね。はい。なんかしらないから、必ず自粛してあげやーって酔っ払うみたいにね、ポリボコルボを振り回す奴は、バカってことなんですよ。何も中身がないですよね、うん。だけどね、あの、我々保守と呼ばれる人の中でも、僕らのすぐそばの人でも、急にポリコルボを振り回すバカが出てきたり、も散々今までなんか、 うん、小林寮やなんやの、何ニーチェやとか言うてたくせにね、エドワンド・バーグやって偉そうに出てくるのとか、ここで、ここでパリコリバー振りますの、み,みたいな。<ー>で、リベラルの人たちっていうのはね、やっぱり自由を大事にするわけですよ。うん、で、自由が大事だってなると、コロナの自粛って自由めっちゃ抑制するじゃないですか。そうですね。だから、コロナやばいからちょっとまあ自粛せなあかん時があるのはまあわかるけど、はい、わかるけど、 個人の自由を侵害することを軽々に主張していいんかと。うん、だから、ちょっと、まあ、自粛させたらいいだけど、棒振り回して自粛させるのやめてって言わなあかんわけですよ。だからね、あの、保守の中でも自粛派と、まあ、あの、考えましょう派がいるし、はい、リベラルの中でも自粛派と考えましょうがいますねと。<ー>だからある意味、まあ、三浦さんと僕は全然意見は違うんだけど、まあ、そういうところで、ちゃんとその議論が、 ほんまにちゃんと思って言ってたんか、うんうん、ポリコレをうまいこと使って言ってただけなんかの差が今回分かったんちゃいますかと。はぁ。ますそんな話ですよね。はい。まあまあ、三浦さんともまあ、うん、したはい。あと、それからこう、まあ、あさんもね、まあ、リベラルのお立場で言論のお仕事をこう、されてたんですけど僕はやっぱりね、同じような話になってきてね。はい。特に、かなりこう、思想的にややこしいことを言ってたんですけど、うん。もともとね、ヨーロッパの哲学者たちっていうのは、 全体主義と戦うわけですよ。全体主義。あのヒトラーの全体主義。ねあるでしょなんかこう、全体主義で、うんはい、とにかくポリゴリボを回すばっかりじゃなくて、うん、個人の尊厳を守ったりとか、個人の暮らしを守ったりとか、うん、自分たちの暮らしを本当に守ることが大事で、それを落ち潰すような全体主義、うん、ナチス・ドイツのような全体主義とは戦っていかなければならない。そのために我々は思想を深めるんだということでヨーロッパの思想界は発展してきたわけですよ。うん なのに、その思想家の中でそう言ってる奴がおったんですよ。はい。ねこう、アガンベンって奴がいてねいや。これはアガンベンは、から思うけども、あかんねんとこう言ってたけども、こんな、あきまへんで、ずっとこんな、自粛ばっかしてて、あきまへんで、とこ言ってとこう言ってたんですよ。言うたらもうポリコレボでボコボコにされたんですよ。うーんこの人が。 お前がそんなん言うから感染者広がっとるやないか、お前のせいや、お前人殺しか言ってちょうど僕がやられたように。ええー、そうなんですねそうそうやられたように、もう向こうでも同じようにやられてる人がいるわけですよ。はあ<ー>。で、そのお前らの態度こそが全体主義やないかと。まあなってる。それをやってる自分が、なんか、かっこいいというか、そういうふうに。そうな、ね、そうなっとるんですよね。で、さらにね、面白いのがね、それはヨーロッパの話じゃないですか。で、日本人の中の、また別のポリコレってあの、 パッケージ、ポリコレパッケージみたいなのがあってね。スーツケースにポリコレ、<laughs> これ、この場合はこの、女の子の化粧品入れみたいなもんで、はい、この状況じゃこのポリコレ使おうかしなみたいな <laughs> い。今日はこの,このポリコレ使おうけね、とかやっとるんで、ね、そういう感じなんですかそうそうそう。もうお化粧はちゃんとしてはるからええんですけど、そのポリコレ棒スーツケースパッケージの中にね、はい、欧米が正しいぞ、ポリコレ棒っていうのもあるんですよ。欧米が正しいぞ、ポリコレ棒 <laughs>、うん。で、日本はダサいぞ、欧米像棒があるわけですよ。はあははあ。 でね、なんか、いや、日本は昔からこうやってくれい。ああ、そんなこと言ってるから古いね。欧米じゃこうだ。欧米ではこうなんだよ。アメリカでは、フランスでは。ってね。まあ僕はまあアメリカはこうですよ。フランスはこうです。という時ありますけど、うん、それはもうこれこれこういう角度から見たら、こういう違いがあるんだからとかで、議論の過程で持ってくるんですけど。はい。まあとにかくね、まあ欧米やったら、まあええと。いうことでみんな、 自粛してるから、いや、これで日本も完全広がった時に自粛シーンがあったら、二流国民の猿みたいな国になってまうやんけっていう恐怖心があるんですよ。だから自粛してるんですよ。<ー>でこの、欧米が良くて自国はダメだぞ、某はね。日本でめちゃでかいんですけど、韓国とか中国とか台湾でそんな大きくないですよ。だから彼らは自粛してないんですよ。そういうことですね。そう,そうそう。だから日本はね、もう。 そこもアホですなぁと。<laughs> まあ言うのこれ、あずまさん。ちょっと思想的なね。はい。ところからお話したんですよ。で、最後、小林義則さん。はい。これはね、僕一番、なんちゅうかこう、おもこうその時盛り上がった座談に、対談にこうなりましたけどね。小林さんのね、主張はね、シンプルでね。はい。もう日本はもう腰抜けだらけやと。<laughs> ストレートに。腰抜けやと。うん。こんな、要するにもうなんかいろいろ、 賢いとか、賢くないとかあるけど、それ以前にも、ここまで腰が抜け取るんかと、日本人はと。いうことをね、ずっと小林さんはね。もう気持ちのいい、なんか、うん、トンですよね。うん、ね、まあ確かにそうやと。<laughs> いや、だってですよ、あのー、専門家会議とかね、お医者さんとか、うん、心の中では、いや、コロナ普通の風邪やしって思ってるすが山ほどいるわけですよ。うん。それ,それ言ったらやばいから、いや、来るなら危ないですよ、はい、っていうことを、 言うので、どこ行っても。<ー>こっちはコロナやばいってものになって、一、二類から引き下げられなくて、こ、うん、れで、もうコロナやばいもの扱いになってコロナ差別も出てくるし、そんなやばいもの扱えたらないって言って病院が全然増えないと。うん、いうことにもなってるわけですよ。だから結局そうなってんのも、腰抜けだからなんですよ。そういうことですねその、専門家会議の奴らが腰抜けだけど、おみさんだとか、もう腰抜けの塊だと。で、さらに政治家もそういうの分かってるんだけど、 それをこう言うとまた叩かれるから。はい。ポリコル棒で殴られるの怖いでしょうん。そうですね。で、だからもう腰抜けだから言わないじゃん。で、言論人にしてもね、僕はもうポリコル棒でもう死ぬほど叩かれてますから、都構想の時からも、財政のことからも。そうですね。もう全然このラジオでもね、思ってることも、はい、言いますし、はいで。それでバーンと潰されてな、首なんても、あ、そうでっかありありましたゃ、ありゃ <laughs>、帰らせてもらいますわ。<laughs> 京都大学すんません、<laughs> さよなら。 もう別に、知らんのよ。だって、こうやねんから。から自分、それぐらいちゃんと自分のね、意見に自信を持って、覚悟を持って。<laughs> だって <laughs>、当たり前のことしか言う。み、うんな分かってること、だから、腰抜けである人生を歩むぐらいだったら、今すぐ死んだ方がいいですからね、そんなもん。死ねえって思ってますから、僕は腰抜けだったら自分に対してですよ。死ねえってのは自分に対してですよ。うん、はい。もう、そんなんだったら僕はすぐ死ねえって思ってますからね。だからもう、腰抜けで生きることだけは避けようと。うん、えー。まあ、だってこれか、か生きてる意味がないじゃないですか。 でも普通は言論人はそう思ってるわけですっていうか、そう思ってるから言論人でいるわけでしょはいはいはい。で、サラリーマンの方はちゃんと上司の言うことを聞いてね、組織としてちゃんとやっていかなあかんのですけど、こと言論人とか、政治家とか、あるいは科学者とか、専門家たちっていうのは、うん、その、ね、ポリゴレ棒を怯えちゃダメなんですよ。自分の正しいと思うことを、ちゃんとやらなあかんの。だから、彼らは、我々はサラリーマンじゃないんですよ。うん、サラリーをもらうために、何かの仕事をやってるんじゃないんですよ。 我々はやるべきことをやって、それで誰かからお礼をいただけるときにいただくだけの話で。いただけなくたっていいんですよ、そんなもの。そこらですなんてほんまのこと言って殺されてるんだから。それがまあ、言論人、科学者ってもののまあ、本質であって、うん、あの、僕は決してサラリーマンのことを見下して言うんじゃないんですけど、あの、言論人や科学者っていうのはサラリーのために来てたらダメなんだっていう意味でね。うん、サラリーマンは、言論人のサラリーマンかって本当に避けなあかんです。うん これがもう腰抜けだらけで、もう皆さんラリーマン化してるわけですよ、その言論人科学者たちが。はい。そうなったらどんな悲しくなるかっていうのをね、もう僕の大好きなこの民オちゃんが歌ってます。ユニコーンの大名これ1989年のまあリリースのあのユニコーンのファーストシングルですね。はい、彼は、まあ、ずっとシングル出さなかったんですけど、これを最初に出したんですよね。これ<ー>当時ね、 ラジェでめっちゃかかってたんですよ。あ、そうですか。ええ感じの曲やなぁ。これなんやこれとか思って、あの、リズムがね、うん、なかなかね、このってのリズムないんですよ。<っ>これすんごいこ、このリズム少なくてね。おしゃれだしね。うんうん、で、ロックだしね。はい。で、ボーカルもいいし。で、なんか木田さんもふざけてるし。<laughs> ちょっと、なんやこれと思って、それで、もうめっちゃ借りたら、ハットリってアルバムが出てね、そのうち。はい。ハットりって、 な、<laughs> どういうセンスしてんねんっていう <laughs>。おもろいバンドやなで、僕はユニコーンめっちゃ好きになったんですよ。で、あの、ごつえ感じでもちょっと出てきて、弾き語りちょろっとやったり、まっ,まっちゃんとかとこやったりとかしてて、はい、すんごいおしゃれだったんですよ。で、そう、だから、3回、4回の時ですよね、21歳だから。めちゃくちゃ車で聴いてましたよ、僕これ。えー、で、この曲はね、結局その、初ょい曲なんですけど、はい、サラリーマンで新婚かなんかでね、うん さらにもやってたんですけど、係長にトントンと肩叩かれ、ちょっと、あの、転勤してくれと、ほうほうええー、言って、で、もうなんかわけわからんところに飛ばされたんですよね。え、うん、で、でも会いないじゃないかって、悲しいよーって、もう、君に会いたいよーって、こう言ってるっていう、まあ、三年二ヶ月言ってるっていう、ま、悲しみの歌なんですけど、うん、はい。で、ここでこういうセリフがあるんですよ。逆らうと、首になる。マイホーム、没になる。帰りたい。帰れない。二度と出られぬ。あり地獄ってこう言うんですよ。 もう、なんか、ぴったりですね。うん、今日のテーマに。うん、これね、<laughs> もうサラリーマンってね、まあそういうとこあるんですよ。で、僕も、京都大学教授っていうのも、こ国家、準公務員ですけど、もうサラリーマンじゃないですか。わすごいわかりますよ。はい、言われたことは、組織の命令は絶対だから。だからね、まあその、そういうのはいいですよ。でもだって組織人だからそうしないと組織って持たないから。で組織を持たすことで日本が救われることなんて山ほどあるんだから、サラリーマンのことは僕は絶対必要だと思うし、こういう気持ちはなくてはならないといけないと思う。けれども、<laughs> こう言ったら朝日新聞に書いてくれるかなぁとか。ここでこう言ったらネット上の人が喜んでくれて本売れるかなぁとか思って喋ってるアホが多いんですよ、言論人に。そうかで。それでもうなんかポリコレ棒を使うわけですよね。はい、ポリコレ棒使いみたいになっていくわけですよ。ヘビ使いみたいにポリコレ棒使いになって、それでもうわ、いろんなもの叩いて自分が儲けていこうとしてる言論人とか科学者とかいっぱいいるんですよ。本当に。 本当の意味で自分の言葉じゃない,です、ねい。そうそうそう。ね、空気読んで。で、も空気読んだらもうポリコレが一番いいんだから、ポリコレ棒回してるやつがいっぱい出てきて、で、そいつらのせいでまたポリコレ棒がもう肥大化して、はい、で、国民が疲れていって経済も潰れていくっていう構造があるんですよね。もう,もうんほんまに、ほんまに大迷惑。やめてください。では、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、この収録は4月5日の午前11時20分頃に、はいえー、行っておりました。うん で、もう今日言ったね、このコロナ疲れの正体、暴走するポリコレ。わかりましたね、このポリコレ。はい。このね、ポリコレっていう概念がめちゃくちゃ便利ですからね。ぜひうん、うん、ね、これ皆さん、このラジオ聴いてくださってる方、覚えて、帰ってゆっくり寝てください。はポリコレかー思って。<laughs> はい